うちにはないんですけどね、よくねこう人の家を訪ねていったりねあるいはどこかの会社なんかにね行ったりまたね、うん、そうですね旅館なんかでも見たことがある方が多いんじゃないかなと思うんですけれどもこう山の絵をね飾ってあるところって多いですよね。あとまあ絵じゃなくてもカレンダーであるとかね 山のこう写真や、まあ、絵画の、ね、絵のカレンダーなんていうのはね、まあ、人気ががあるるんんででですすすすよよねね、まあ、確かにいい、まあ、いい感じじもも私嫌ゃないですただまあうんファッショナブルかというとそんなことはないし、まあ、うちのインテリアには合わないかななんていうふうにも思ったりもするんですけれども嫌いじゃないですよ嫌いな方は少ないでしょう。ねえ。 まあ富士山なんかねいいですよね。あれねどういうことなのかなと思ったらね縁起がいいんだそうですね縁起がいい山の絵や写真を部屋に飾っておくのは縁起がいいんだそうです学業運とかね仕事運とかねえそういった運気が上がるって言うんですよで良い気をこう家の中とか自分の元にねこう側に こう呼び寄せるって言うんですねでなぜ山がそんな風に良い木を呼び寄せる呼び込むのかっていうとこれが日本風水の流脈というものの考え方に基づいているというんです、えー、日本風水では山の尾根沿いに流脈なるものがありましてでこれが尾根を伝ってこの世の隅々に良い木をもたらしているという風に言われている だからこの「日本風水」の考え方に、まあ、そこまで知らなくてもですよどこかで聞きかじった人がいてその考えが伝わるまた伝わるという感じで、まあ、そんな知識がなくてもなんだか縁起がよろしいということで山のの絵とといいううは非常に好まれるる説があるんですもちろんあの他にもいろんな考え方があります。 山山には山神がいるるってあるとかね、まあ、富士山なんかだとこの花咲くや姫であるとか別の神様の信仰に結びついていることなんかもあるわけですがさて、えー、このお話というのは取材当時まだ二十歳非常にお若い、えー、吉永さんというねあの男性から聞いたんです。 吉永さんは、まあ、理系に非常に強くてお勉強できたただねお家はあまりお金持ちではなかったで高等専門学校いわゆる高専にえ進みましてで卒業をすると、まあ、あの独身寮のある会社に就職なさったでお家元を離れてこう、ね、寮で暮らすようになったわけですでその時に、まあ、親御さんがね あなたこれ持ってきなさいよと言って彼に渡したものがあったこれが阿蘇山のポスターでしたえこの吉永さんもねその阿蘇山のポスター気に入ってたんですで部屋に貼っておいたでどういうことかというとね九州の方ご出身なんだそうですねで阿蘇山にはまあご家族で遊びに行ったこともあればいろいろとね何て言うんでしょう故郷の山としてね うん、一種の思い入れがあった、まあ、あとは何か懐かしい感じがした、うん、なんかそのね阿蘇山のポスターが部屋にあることでちょっと励まされるような心地があったそれにまたこう親御さんが持たせてくれたもんですからねそれはまたありがたいじゃないですかきっとね吉永さんねあんまり突っ張ってないひねてないねいい子なんだと思いますよ。で この吉永さんポスターを貼っってあったでこれがねこう寮の自分の部屋のベッドからこうねベッドに横になった時すぐこうちょうど視界に入るようなベッドの横の壁に貼ってたそうですよ。だから寝る前になんとなくそれをこう見て、まあ、見るとはなしに視界に入るんでなんとはなく眺めてるうちにふーっと眠くなるというようなことが多かったっていうんですね。その場も吉永さん まあ仕事終わってでいろいろ終わって、まあ、自分の部屋に帰ってきたでね一応ね個室だったそうなんですけれどもこの一人部屋で部屋暗くしてベッドに横になるでいつものように壁に貼ってある阿蘇山のこのポスターをなんとなくこう見るするとねおかしいんですよ部屋はもう薄暗くしてあるんです いつもだったらね、まあ見るったってもう分かってんですから、観察するほどのことはないんです。なんとなくうーんと見てるっと眠くなるっていう程度で、だからまあ部屋暗くても何の支障もなかった。よく見えるんですよ。え？目が覚めちゃった。朝さんがね、光ってるんですよ。 彼は不思思議に思ったおかしいな蓄光顔料とか使ってたのかないやいやいやだったらもうすでに気が付いてないと変だえっんだろう光ってるぞと思った、まあ、実際絵や写真などの中にはねそういう加工がしてあるものもありますよ。 ブラックライトとかね使ってたりして、まあ、部屋暗くすると浮き出て見えるとかでもそういったもんじゃない何の変哲もない写真のポスターです変だぞと思ったで彼はね、まあ、理系の人ですからねもっとよく見てみようと思ったなんとなくこう起き上がってまずは部屋明るくして触ってみるかと思ったんですがところがね 途端に金縛りになってしまったあれ動けないやしかも阿蘇山ますます光り輝いてきたんですはっきり見えるなんてもんじゃありませんもう明らかに輝いてるんですよえーなんだなんだちょっとね軽くパニックになっちゃったって言うんですね まあ何しろ動けませんしねびっくりして全身どっと汗が湧いてきたとその時「吉永くん吉永くん」吉永さんを呼ぶ声がし始めた「えどこだどこだ」と思う「彼一人の部屋ですよもう夜です」部屋の外から聞こえるわけではないどうも室内なんですね。 吉永くん吉永くんええポスターの中ポスターの中から声がするような気がしてきたえ阿蘇山から誰かが俺をいやそんなわけはないおかしいなポスターの中から確かにしばらく「吉永くん吉永くん」その声が「 ポスターから離れて吉永君、吉永,吉永部屋の中を飛び回る部屋のあちこちから自分を呼ぶえー、なんだなんだ誰だ誰の声だろう聞き覚えがあったんだそうですよ耳をすましてよーく聞くと吉永君と彼を呼ぶその声光線で仲の良かった 一学年下の後輩の M くんの声だったあ、M くんの声に似てるこれ M くんだなんだ、なんだろうしばらくして彼を呼ぶ声が止んだと思ったら光っていた阿蘇山もふーっと暗くなって元通りのポスターになった金縛りが解けて 飛び起きました明かりをつけて M 君にメッセージを送ったんだそうですまあスマホから送ったんだと思いますでもね既読がつかない、うん、寝てんのかなと思った翌朝になってもまだ M 君吉永さんのメッセージを見てくれたようではないあれ おかしいなあまあ M 君も忙しいのかな2日たち3日たちちょっと気になってきたそれで別の後輩に「M 君どうしてるかなちょっと気になることがあったんだけど」というふうに聞いてみたんですそしたらね あ,あ、吉永先輩 M 君事故で亡くなったんですよ。えいつさあもう階談好きな方はお分かりですね。お約束のような感じになってしまうんですがそうなんです。あの阿蘇山のポスターが光ったあの晩あの時に。 m くんは病院で息を引き取っていたんだそうですよこんなお話を聞きました片思いしてたのかなまあそれはねあのわかんないんですよこういうのねよくある話なんですねなんで自分が呼ばれたんだろうみたいな話もね実は珍しくない で私ね考えたんですけどねもしかしたら M 君は一斉メールのようにですよもう知り合いという知り合いに一斉に呼びかけたのかもしれない亡くなる瞬間ところがねみんなね霊感がなかった全員鈍かった中にただ一人吉永さんだけが M 君の今はの際のこの叫びをねキャッチしたんじゃないかなっていうふうにも 思うんですよねいかがなものでしょうか